では、メックのアルトリコーダー、パリサンダー製ですね。で、ロッテンブルクモデルの4305、行ってみたいと思います。こんなような音色がするんですけど、アルトリコーダーで15万ぐらいでいいモデル何かっていうと、大体僕はもういつもこれなんですけど、メックのロッテンブルクの中でも、価格帯的にも中庸で、素材的にパリサンダーって硬い木の部類ではあるんですけど、音色も中庸なのでいろんなシーンで使いやすい楽器かなと思います。で、ロッテンブルクのアルトは特にすごく思うんですけど、下の音から上の音までムラなく操作性がいい。で、あと音色もいいっていうのは特徴だと思います。で、パリサンダーはこんなような音色なんですけども、これがお好きだったら最初の1本、他のグレードアップから来てももちろんいいと思うんですけど、これは持っといてとても汎用性が高くていいアイテムなんじゃないかと思います。